ただいま恋愛中公演の前に私たちチーム B ドラフト研究生が1曲披露させていただきます。西川レイです。山部あゆです。高橋キラです。それでは歌わせてください。天使のしっぽ。AKB 48! Everybody! A life like you've never seen before!
中熊のぬいぐるみ Only Today 3曲続けて聴いていただきましたが、皆さんいかがでしたか？
がとうございます。それでは初日ということで、今日は初日への意気込みとともに自己紹介をしてもらいたいと思います。それでは萌えからどうぞ。はい、私新しくキャッチフレーズを考えたので、皆さん一緒にやってもらってもいいですか。はい、私が質問したら萌えキュンと大きな声で大きな声で言ってくださったら嬉しいです。じゃあ行きますね。みんなのベストスマイル賞は萌えキュン。ありがとうございます。萌えキュンこと後藤萌えです。ありがとうございます。わあ、私は K から B に移籍というかチームが変わったんですけど、すごい青のペンライトが不思議で、なんか緑のペンライトだったので、すごいこのなんていうんですか、変わり目を楽しみながら皆さんと素敵な時間を過ごせたらいいなと思っています。今日はよろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さん、磁石の S 曲は坂口、磁石の N 曲は渚、2つ合わせて坂口渚。どうも、北海道から来ましたなぎこと坂口渚15歳です。ありがとうございます。私はチーム8から兼任、チーム B として兼任させていただいているので、チーム8も負けてないぞっていうところを皆さんに見てもらえたらいいなと思います。今日はよろしくお願いします。イエーイ。はい、木崎チーム B でもみんなの目線をいただき、まゆゆ、ありがとうございます。まゆゆこと渡辺まゆです。ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。はい、ですね、今回ただいま恋愛中公演、この演目は約2年ほど前に私横山チーム A でもこの同じ公演をさせていただいていたんですけれども、2年ぶりにできるということで、本当にこの AKB の全公演通してもこのただいま恋愛中公演ってかなりいい公演だと私は個人的に思っているので、今回こうして木崎チーム B は将来有望な若い可愛い子ちゃんがたくさんいるので、今日はそんな子たちのたくさんの魅力を皆さんに見つけて帰ってもらえたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。イエーイ。はい、今からなこが軍隊だと言ったら皆さん一緒におーって言ってください。お願いします。中学2年生の14歳、私たちはお化けを倒す軍隊だ。ありがとうございます。矢吹奈子です。ありがとうございます。奈子は HKT48 からチーム B に兼任させていただいてるんですけど、HKT の劇場よりファンの方がすごい近くにいて、すごい緊張するんですよ。緊張するから皆さんを笑顔にできるように頑張りたいと思います。はい、今日一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、中学3年生15歳のせいちゃんと福岡せいなです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。私はですね、なんとこのねチームでね、私より年下がたくさんいるんですよ。実はこの間のチームで最年少やってたんですけど、一応最年少だったんですよ、こんな人でも。なのでもうこの年下のメンバーに負けないぐらい汗をかきつつ、大人のなんか魅力とかも出してていけたらなと思います。はい、今日も全力映画でいきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、私がせーのって言ったら一緒にビバハリケーンとやってくれたら嬉しいです。お願いします。せーの、ビバハリケーン。ありがとうございます。14歳のマキちゃんこと達山京です。よろしくお願いします。ありがとうございます。どういうことなの。
どういうキャッチフレーズ、それ。マリアギさんが考えてくれたんでよくわかんないです。怖い怖い怖い、わかんないまま使ってるのね。はい、私は省エネダンスって言われるので、省エネダンスって言われないように頑張ることと、あのユリアさんの音程に負けないように、あのちょっと頑張りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、二十歳のまさみんこと岩佐美咲です。よろしくお願いします。ありがとうございます。私はあれなんですよ、4ヶ月以上ぶりの劇場公演で、あのずっと演歌歌手やってたので、ちょっとアイドルだったって思い出しました。今日もう今年だけで演歌歌手としてのイベント100回やったんですよ、私。すごーい、ありがとう、ありがとうございます。ね、頑張りました。はい、そんな感じでね、まあ未来有望な次世代候補としてですね、もっと若々しく今日は頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。揺れてる。はい、あれどこ見てるの、あっちこっち、レナッチ。ありがとうございます。18歳のレナッチこと加藤レナです。ありがとうございます。私も省エネダンスと言われがちなので、ダンスを頑張るっていうのと、個人的には仲良くなりたい子がいまして。どれどれ。梅たんなんですけど、梅たんとどうしても仲良くなりたいんです。いやーレナッチこんななんですよ。なんでちょっと距離を縮められたらなって思うのと、あとユリアちゃんとも距離を縮められたらなって。親友じゃなかったっけ。親友でしたっけ。違うんだ。はい、親友になれるように頑張りたいと思います。盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、寝ても覚めても雪にワールド夢中にさせちゃうぞ、雪にこと柏木由紀です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。私ですね、なんとチーム最年長になってしまいました。イエーイじゃないですよ。24歳ですけども、若い子に負けじと、おばさん扱いしないでほしい、私のこと。一生懸命頑張りますので、皆さん初日ということで一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、高校2年生16歳、梅たんこと梅たん彩乃です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、私はですね、この公演をするにつれて、やっぱりレッスンをするじゃないですか、みんなでね。それで考えたんですよ。なんか、このチーム B のメンバーは、なんか、一人一個なんか特徴的なものがあるなと思って、田辺さんだったらお酒とか、それいいの？お酒？お酒とか、ラッキーだったら、憲法とか、ほら、柏木さんだったら最年長とか、今決めたし、そういう一人一個、なんかあると思うなって思ったんですよ。だから、すごい一人一人みんな魅力的なので、全員見てほしいなって思うのと、私も負けないように、全力でいきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、刺激一本、タナミン氏、タナミンこと田辺美久です。ありがとうございます。私はですね、やっぱり若い子たちに負けずと、新陳代謝はいい方なので、いっぱい汗かきたいなと思うのと、矢吹奈子ちゃんと隣に並んだ際は、あ、秋葉の奈子美久だと思っていただけると。ミクっていう名前なので、田中ミクだと一文字違いなので、ちょっとナコミクだと思ってゾウゾウしていただけると嬉しいなと思います。酒飲みなナコミクですか。そうです、ちょっといかつめですね。そうです、ちょっとね、そういう認知をしていただければと思います。はい、今日も嬉しい、楽しい、タナミシーな声にしていきますので、よろしくお願いします。イエーイ。はい、高校1年生16歳のアイリンこと横島愛理です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、私はこのキザキチーム B がどのチームよりも一番いいチームで熱いねーと言ってもらえるように、たくさんたくさん頑張ります。今日もよろしくお願いします。イエーイ。はい、ミルクとミユキを混ぜるだけ、あっという間にミルキー。ありがとうございます。奈良県出身の渡辺美幸です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、私は、
NMB48 と、チーム B を初めて兼任させていただいてから、SK48 のチーム S を兼任して、そしてまたここの AKB48 シアターでこうして公演ができると思っていなかったので、すごく楽しいです。皆さん今日は本当に楽しみましょう。初日エイエイオーゆるゆるイエーイ。はーい、いつも心にピース、あなたの心にユリアピース。チーム B の木崎ゆりあです。よろしくお願いします。どうですか、結構アイドル目にやってみたんですけど。そんなになんかテンション高いそうだよね。テンション高いなって思いました。やっぱりチーム B ってアイドルってイメージがすごく強くて、だからねなんかそんなことないよ。ありがとう。ヤンキーってね言われてるんで、なんかちょっと大丈夫かな、馴染めてるかなって思ってるんですけど、大丈夫ですか。大丈夫大丈夫大丈夫。ありがとうございます。もうね、今日からはチーム B アイドルとして木崎ゆりやっていきたいと思いますので、全力で応援よろしくお願いします。イエーイ。はい、高校2年生17歳の大島涼香です。よろしくお願いします。ありがとうございます。私は木崎チーム B で副キャプテンという立場になりまして、今までねクソガキねって言われてたんですよ。なんですけど、この木崎チーム B に来たからにはお色気ムンムン副キャプテンとして、これからちょキャラ変360度キャラ変していこうかなって。戻っちゃう、一周回っちゃう。無理だよ、お前もバカか。無理無理、大丈夫。いや、ユリアさんにはだい、さ、なに、え、180度180度キャラを一変して、お色気ムンムン副キャプテンとしてやっていきたいなと思います。ということで、今日は皆さん木崎チーム B 初めて見ると思うので、この皆さんをですね木崎チーム B 箱推しにできるようにみんなで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、いつも笑顔だ。チーム B の内山夏樹です。よろしくお願いします。ありがとうございます。私実は先日卒業発表したんですよ。そんな軽い感じ、見えないでしょ。でもなんか見えないでしょ。見えないけど、でも高見菜さんももう1年で辞めるって言ってずっといるから、私もいられるまではずっといようと思って、何回出られるかわからないんですけど、この公演に出させていただきました。私は、このポジションはナッキーじゃないとって思っていただけるぐらい、ナッキーのハッピーアイドルレジェンドをたくさん残していきたいと思いますので、皆さんたくさんナッキーを好きになって帰ってください。はい、え、こんな静かになるありがとうございます。はい、どうして、なんだっけ、ラッキーらしくない。本当なんでしたっけ、うん、皆さん、この落ち着いて落ち着いて、はい、落ち着いて初日に出させていただける感謝の気持ちを持って皆さんをハッピーにしたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、まあこんな感じでちょっと宇宙人みたいな子もねいっぱいいるんですけど、ゆるくねこの16人でやっていきたいと思います。はい、そこからはずいぶん経ってしまって、やっと始まったかという気持ちになっているんですけど、ね、うん、本当に今チーム B が活動しているんだなと実感しています。ここからはですねユニットなんですけど、やっぱ初日なので誰がどのユニットかわからないじゃないですか。なので皆さんドキドキしながら待っていていただけたらなと思います。それではユニットの登場です。どうぞ。
Thank you.
Oh,
春が来るまで純愛のクレッシェント、フェイント、卑怯5曲続けて聴いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ありがとうございま す。ということでね、かなりレアなペアだったりとか、まあ、ゆきりんさんでのユニットとか ね、豪華ですよ ね、豪華だって。どうですかこの3人。なんで笑ってんの、ね、ちょっとね、弱いかもしれない。いやでも ね、これから頑張ろうよ。そうですね、この3人でね、半年後にはもう真由由紀里さん超えてるかもしれないじゃないですか。いないじゃん。そうじゃん。いやでもね、こんな3人で聞きをやってるわけなんですけども、はいはい、私たちは結構倉持チーム B の頃からずっと一緒の3人なので、仲、ね、いいですよね。仲いいね、うん、3人とも。本当に私は仲いいと思ってるんですけど、私も仲いいと思ってます。3人とも平等に、平等平等。なきさんなんでそんな顔してんですか。いや私、うん、あんまりアーリンと喋ったことないんじゃないかと思って。嘘でしょ、まともな話をしてる時見たことなくて。あ、確かになんか割と話すけど、なんか軽いノリでなんかバカにしてくるんですよ。してない背も大きいから。だから関係ないじゃん。背も大きいから正直バカにしてるとこあると思う。全然してないです。でもね、仲良くやっていきましょうね。仲良くやっていきましょう、はいはい、ね、私考えたんですけど、うん、仲良くやっていくためにはやっぱチーム名が必要だと思うんですよ、はい、なんかまゆゆきりんとか、はい、横山本とか、うん、なんかそういうの欲しいなと思って。確かにそういうのがあったら、ね、ファンの人も応援しやすいだろうし。何がいいと思いますか。何がいいのかな。いや、そんなすざっくり聞いてもさ、ね、何がね、なんてか、よっ、え、よっ、アイリョッキーだって。それ私が前考えたやつ一緒ですよ。なんかニョッキ、ニョッキみたいだね。確かにニョッキ。なんかあえる、アリ、アイリはチーム帰郷。普通だよ。いやでもやっぱ無難でいいかなみたいな。私たちの演じもかなり無難な。そうですね。じゃあやりますか。本番前に、ね、決めたんですけど、せーの、キッキャーっていう。まあ確かにシンプルはいいかもしれないんだけど、はい、ちょっとチームキッキャーは普通だよね。普通すぎるよね。誰でも、さんなんかないんですか。私は大島涼香、うん、ウィズ愉快な仲間たちがいいなと。やだーやだーやだ思ってるんだけど、結構なんか古文化溢れてないですか。いやいや、古文でしょ。でも背がね、やっぱ高いのとちっちゃいのだから、はい、ちょっとそれ無理がありますね。無理がありますか。はい、なんか共通点探しましょう。共通点、あ、血液型そんな苦手ですか。あ、ちょ、不明。不明。はい、やめましょう。めんどくさい。やめよう。共通点ね、今のところ倉持、元倉持チーム B ってことしか判明してないんですよ、ね、あ、でも倉持さんはセクシーだったけど、うん、一番セクシーから遠い3人みたいな。あー、確かに、確かに。え、でも私これからチーム B でお色気無理だから諦めてくださいって。無理かな。あの、私思ったんですけど、はい、うん、ちょっとぺったんこじゃないですか。割とね、そう、だってこのユニット割り当てられてる時点でこの衣装ですよ。こういうのじゃないから。あ、確かにセクシー系ではないよね。ぺったんこカンカンとかどうですか。ちょっと待って、なんか聞き覚えあるから。でもじゃあちょっと話して、うん、ぺったんこパイパイとか。ちょっとそれさ、やめて。普通にぺったんことかでいいんじゃない。あ、確かにチームぺったんこ。でもだって語呂が悪いじゃないですか。ぺったんこぽいぽいとかなんかつけたい。いや、それは多分自分に聞き覚えがあるから。、うん、語呂がよく聞こえるだけで。え、何がいいですか、ぽいぽいのそこ。別にさ、ぺったんこ何何ってつけなくても、うん、別にチームぺったんこでいいんじゃない。確かにチームなんか可愛くない、チームぺったんこって。なんか別にね、うん、どことは言わないけど、そうそう、どことは言ってないから、なんかね、なんかそう、もしかしたら顔がぺったんこなのかもしれないし。それはそれでやだ。いや、でもチームぺったんことしてね、これからやっていきますか、はい、じゃあ意気込みは。意気込みですか。いや、でも、はい、このね、ナッキーがね、いつ何回あとできるか分かんないんですけど、うん、はい、いやでももっとこの MC がね、こうやって貴重な3人の MC なんてすごく貴重じゃないですか。そうそうそう、だからここでそれぞれの個性を出していきたいなと思ってるので。じゃあやっぱりぺったんこニコニコとぺったんこチビチビと。まだそここだわりますか。そここだわりますか。チビチビ1人しかいないじゃん。個性を出した方がいいかと思う。ぺったんこ何やに。ぺったんこデカデカ。雑だよ。なきさんぺったんこニコニコ。ニコニコ。なんか一人だけなんか違う。じゃあ何がいいんですか、ぺったんこ。何がいいですか、ね、ぺったんこハッピー。いい、最高。でもダメ、擬音じゃなきゃダメだからさ。擬音ね、なるほどなるほど。まあでも、まあそこは置いといて、まあ、チームぺったんことして、はい、ファンの人にもね、こう浸透していくように確かにしていきたいなと思うので、じゃあ今日からね、
ペッタンコパイパイ、はい、違う違う、チームペッタンコ全然違う、チームペッタンコでいいの、はい、そうなので、うん、私たちをチームペッタンコとして木崎チーム B としてもこれからも仲良く頑張っていきたいと思います。後半戦は不良っぽく決めちゃいます。どうぞ。Yeah.
Bye.
教えてくれたビンゴ4曲続けて聴いていただきありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、キダキチーム B 初日、はい、迎えましたけども、はいまあはい、ここはこの8人で MC をしますが、はいはい、まあレッスン期間だったりとかで、はい、いろんなお互いのこと分かったり、はい、あとはみんなに言っておきたいこととか、チームが変わって初めて一緒にチームになる子もいますから、はい、そういうのをねここでちょっと話していきたいなと思います。はいはいはい、はいはい、おはい、私は、うん、倉持チーム B の時とかに自己紹介 MC とか、うん、こういう MC とかで自分でもたまに分かんなくなっちゃうことがあるので、うん、そこら辺は皆さんが助けていただけると嬉しいです。私たちがどうすればいいの？私も頑張るけど、うん、どうにもならない時は皆さんが助けてくださると嬉しいです。他力本願。他力本願明るい。分かった、まあまあまあ、じゃあそれはちょっとここのメンバーが把握して、まあ、徐々にね、はい、優しいサポートしていこう。はいはい、はいはいはい、おはい、私なんですけど、うん、実は本当に人見知りで、おお、初めての先輩とかにもう借りてきた猫状態になるんですけど、うん、初めてじゃないのにゆきりんさんとまゆさんにまだ借りてきた猫なんですよ。そうだよ。そうまだです。他にいるの？ここだったら他にはやっぱりこの同じチームになってないレナッチさんです。レナッチか。いや、そうだろうなと思いました。レナッチちょっと怖いもんね。いや、私第一印象があんま良くないんですよね。もうこうやって喋ってるのがさ、もう怖い。そうそうそう、第一印象が良くないんですよ。そうなんですよ。クールに見られがちなんだよね、うん、でも全然ふざけるタイプなんで。でも私めっちゃ話しかけてるんですよ、せいちゃんに。そう、せいちゃんに。でもちょっとなんか一歩引かれてて、私嫌われてるのかなって思ってたら、嫌われ
嫌ってはないです。よかったです、びっくりした。嫌ってますというのかと思った。言うわけないでしょ、ステージ上で。クールに見られがちだよね。昨日ね、あのミュージックステーションのスペシャルあったんですけど、空き時間が 3,4 時間あって、まあ私はモンハンやってたんですけど、あのレナッチとユリアは DVD を見ながらこの公演の練習をね、一から全部やってたのを見て、すごい偉い。レナッチってもったいないと思って。伝わってないところもあるから、そうです、そういうのも伝わっていけばいいよね、チーム B でね。じゃあそういうところを出していきたいなと思いますね。ですね。はい、竜巻さん。私は柏木さんなんですけど。何ですか、なんか何でもできそうじゃないですか、ゆきりんさんは。でも、あの1曲目にただいま恋愛中っていう曲あるじゃないですか、はい、その曲が本当にできなくてですね。あのもう顔色も悪くなっちゃって、なんかもうイライラとできなさが、ま、混じっちゃったせいか。難しくないあれ。確かにややこしい、ね、めっちゃ複雑。そう、眉に聞いて眉も分かんないっていうから。えぇ、2年前やってましたけど未だに分かんない。今日は大丈夫、今日は大丈夫、今日は大丈夫、今日はできたけど、レッスン期間中にね。確かに、ここ3人できない組だった。そう、すごい、ここ3人困ってて、マキホとアイリと私が、はい、いつも端っこでできなくて、そう、それで分かんないとこ聞いても、いや私も分かんないっていう、すごいなすりつけ合い で、うん、で分かんないからずっとナコに聞いてた。ナコちゃんが一番できた、教えてました、ナコが、ね、一番できるから、ナコちゃんが助かりました。初兼任でどうですか、マユちゃんから、はい、すごい溺愛されてますけど。そうなんですよ、あのレッスン中に、レッスン中なのにですよ、うん、チューしてきたり、パンツ見せてとか言ってきたり。こらこらこら、いやいやいや、言ってない、パンツ見せては言ってないよ。そんなハレンチなことを私がするわけないでしょ。しないよ。いや近いことしてるよ本当に。でもすごい可愛いパンツ履いてた。見たの、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 チラッチラッと見せてくれたから。そう、はい、仲良し、まんざらでもない、ナコも。意外とノリノリで見せてくれるのね。まあそんなレッスン期間でしたよね、はい、仲良くなったと。そんなパンツ見せてもらった。そんなパンツ見せてもらったりね。ナッキーは、ナッキーですか。相変わらずだよね。あのですね、私、うん、でもこのチーム来て悩みができちゃったんですよ、柏木さん。何何、悩み、悩み、急に悩み相談。そう、あでも大した悩みじゃないんですけど、はい、私あれなん、ずっと柏木さんのことが好きとか TO とか言わせていただいてたんですね。チーム B で。でも最近私研究生の時から実はミルキーさんも可愛いなってずっと思ってた、だからどうしようと思って。てかさっきの楽屋の聞こえてたから。聞こえてたんです。ミルキーに、あの私研究生の時からミルキーさんのことすごい好きでっての私端っこ聞いて、あ、ほら、ほら、見たいよ、一緒に自主練付き合ったのに。かわいそうなゆきりん。というわけで、まあ、こんな感じなんですけども、本日、はい、木崎チーム B 公演初日ということで、はい、やっぱ本格的にスタートしましたけど、はい、まあ、もうみんなだいぶ仲もよくなったじゃないですか、家族のように、家族のように、はい、家族、もう家族、本当ですか、早い、本当です、思ってますか、本当にみんなのね。楽しいことありましたか。楽しいこと、ざっくりだな、おいの。大エピソードしてますね。なんかね、ほんわりと、ほんわりと、なんかエピソードとか、メンバーとのエピソードとか。あるでしょう、これは、はい、お前キュン。私は渚ちゃんなんですけど、おー、渚ちゃん、あの、一つ、あの年上なんですよ、渚ちゃんって。もう一回でかい。私14、ごめんなさい、でかくて。14歳で15歳なんですけど、あのすごい運動会の時に、うん、あの渚ちゃんって言ったら、うん、はいって話しかけてくれて。話しかけてんの、それ話しかけて、あ、私が話しかけたんです。あ、そういうことね、はい、私が話しかけたら、うん、はいって言ってくれて、そこからすごく仲良くなって、うん、今ではすごいタメ口で、すごい仲良くなって、はい、先輩と後輩の壁を越えたんですね。本当に越えました。変わったのね。渚ちゃんは私は木崎さんなんですけど、最初やっぱりあの怖いのかなって怖いのかな思いますね。でもなんか
すれ違った時に、B、うん、公演頑張ろうねって言ってくれたり、優しい、優しい、優しい、ごめん、B 公演頑張ろうねって言っただけだよ。優しい、本当に優しい。ギャップです、ギャップ。やっぱギャップで、優しいヤンキーということで。ヤンキー、ありがとう、ゆりやさん、優しいヤンキーということで、新ジャンル。ゆりやちゃんとかありますか？なんか私ですか？あのね、さっきも言ったんですけど、やっぱチンビーって宇宙人多いんですよ。宇宙人、宇宙人、宇宙人がよくわからないんですよ。会話できない子？いや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 、あのね、ミルキー、この中だとミルキーが第二宇宙人なんですけど、私はね、そうでしょ。なんかね、みんなで会話してて、ミルキーもうん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 ってこうやって聞いてたら、急に、え、何の話してんの？あるね、それあるあるある。なんで？そんなことあったっけ？それさえも覚えてない。あったよ、あるよ。自由奔放に生きてますね。そんなミルキーの話なんだけど、あ、ごめん、あった、なんか。え、ない。ない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 聞きたい聞きたい。ミルキーは私とすごい最近長くしてくれるんですよ。で、なんかある時、なんか空き時間がすごい空くからって言って、なんかわさみんさんのお家行きたいですみたいな。はい、そんな仲じゃない私たちまだと思って。すごい、あの、断っちゃった。すごい、すっごい空き時間があって、行くとこがなくて。いや、家帰れや。そう、断る時間がない。消去法での私の家ね。そうなんです。なので、あのね、ちょっと汚すぎて家が。でも、仲良くなりたいって気持ちが前提でありました。本当に嬉しい。ちょっとどんどん仲良くなりたいと思いますよ。はい。やったね。すごい、面白いし。面白い、面白い、面白い、めっちゃ面白い。プレッシャーじゃん、ちょっと。何やってるんですか？話しかけらんなくなっちゃうよ。どういう関係なんですか？どう、他には梅たん、梅たん。私は岩佐さんなんですけど、なんかそのさっき自己紹介でもこの間まで演歌歌手やってましたって言ってたじゃないですか。で、その直前の B のリハーサル全然来れてなくて、なのに今日会ったらもう完璧度が半端なくて。すごい、いいじゃん、好感度上げ上げですな。ありがとう。そうなんですよ、だから本当に尊敬してます。本当ですか？嬉しい。すごいと思う。ね、嬉しいです、こんなおっぱいの大きな子に。やめてよ。やめてよ。やめてよ。嬉しいですね。ツンデレ巨乳や。思い出した。そうなんだよ。キャッチフレーズでしょ、それ。キャッチフレーズ。自分には言えないですよ、そんな。使って、使って。使わないです。キャッチフレーズ。適当でしょ、ミルキー。適当じゃないって。これ、みんなで話してたよ。しましたね。あ、そんだって言ってる。え、何ですか、何ですか。あなたは何かあるの。いや、私。怒ってるから、やるし。怖い、怖い。怒ってんの。いや、ミルキーさんと私結構割かし仲いいと思ってたんですよ。そうなんです。意外と、意外とそう、仲良くて。私も、なんか結構自信ある、仲いいって。あ、本当ですか？じゃあ私も結構自信あるんですけど、ミルキーさんは。あの、前に、なんか、りょうかちゃんお寿司に連れてきたいって言ったの覚えてますか？覚えてない。いやー、広い、悪い女だね。これ、結構楽しみにしてたんです、お寿司じゃあ、寿司屋さん行こう。あ、はい。絶対に、あんまり期待しないでおきますね。じゃ、全部嘘だったの？嘘。私と映画行きたいって言ったの嘘。約束ですか？約束いっぱいしてる。ひどいね、ミルキー。やばい、やばい。やばい。バレてますよ。バレてますよ、これ。じゃあ、タナミンさんどうですか？逃げた。いやー、なんか振られた気分ですけど、私は、梅たんが、竜巻の、教育係になってるのが嬉しい。確かに。確かに。すごいね、竜巻ちゃん。すごい嫌そうな感じ。すごい。もう、ほんと大変なんです。いや、もう誰も多分いないみたいで、私のところにすごい来るんですけど、ほんと大変なんです。梅たんのおかげかわかんないけど、ちょっとおとなしくなったと思う。おとなしくなった。ほんとですか？じゃあ、悪くなった。あ、じゃあ、もっとおとなしくさせますね。調教して、調教。はい、わかりました。頑張ります。さあ、というわけでね、わちゃ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 話しましたけど、ついてきていただけてますか？大丈夫ですか？大丈夫ですかね。ありがとうございます。こんな調子でね。調子でこんな調子でね、準備やっていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは、早いことで、次が最後の曲になってしまいました。聞いてください。聞いてください。軽蔑していた愛情。
がとうございます。ありがとうございます。Yeah.
本日はお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。本当にすごく楽しくてあっという間に一公演終わってしまったなと思いました。皆さんは楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。今はまだ自分の推しメンを見に来た方もいらっしゃるかもしれないんですけど、推しメンもチーム B も両方大好きになってもらえるように、これからもっともっとこの公演に自分たちの色をつけていきたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではこの後は皆様に感謝の気持ちを込めてお見送りをしたいと思いますので、係の方のご案内があるまでその場でお待ちください。それでは最後の挨拶を出しましょう。せーの、せーの。ありがとうございました。ただいま恋愛中初日終わりました。お疲れ様です。やっとね、はい、日を迎えられて、ずっとね延期を自己紹介、あ、自己紹介どうぞどうぞ。キャプテンの北木リアとキャプテンの大島リョーカです。イエーイ。ということでね、やっとこうしてねやっとこうしてね初日を迎えられて、いやーね、あっという間でしたね。初日迎えちゃったらね、延期とかね、いろいろありましたけど、本当に、もう始まったら終わるんだ、まあ、当たり前ですけど、始まったら終わるんだなっていうぐらいね。だってみんなね、それぞれ忙しい中頑張って、ナコだったり、ナイミサだったり、芸人だった中でやってくれて、みんながね、一丸となって、なんか一丸となった感じがしましたね、本当に。あとやっぱり、はいはい、どうぞ。なんかお客さんが入ることによって、なんかやっぱりこの公演全然変わるんだなって。はい、ありがたみ、お客さんのありがたみをね、改めて。みんなが楽しそうにしてて嬉しかったですね。本当に楽だしね、最後パジャマで。そうですね。もうこのまま帰れるんじゃないかくらいのラフまで。帰れないですけど。ここはマジ。このままじゃ帰れないですけど。このままじゃ帰れないですけど。いやでもね、無事終わって、はい、本当楽しかったし、本当に楽しい時間が、はい、あっという間でした。あっという間で。これからもね、はい、まあ、新年最後の公演だったので、あ、そうですね、嬉しいですね。それも嬉しかったですね。B で最後を締めてくれたっていうのも。なのでまた次は年明けになると思うんですけど、はい、これからもチーム B の応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。